検診は重要です。軽く楽しく生きる。予防医学ですね。これが一番中心ということだと思います。市の検診でもですね、まだ受診者っていうのは30何パーセントしか受けてないそうです。検診は重要です。早く病気を見つけて早く治すと、ぜひぜひ健康で長生きを皆さんしていただければと思います。